ストライクショット。こんにちは、モンストの中の人、サナパチョとパナエです。さて、今日は何をやるかっていうと、2月20日に追加されたノーマルクエスト5ステージ5クエスト5ステージあれ5クエスト5ステージ追加されたんですよね。そうですね、いつも通り。まだ私は暇でなんですけど。おう、というわけでこちらに、これが意外とね、タスがうまうまだということで、オーブももらえるし、クリアすると。そうですね、うん、初クリア報酬でやってみようと思います。イエイ。今回ね、やってみてるとね、蘇生が出てきたり、まあ、ダメージオールも出てきたりするので、一筋縄にこう見ずにピッピッピッってやりながら出社とかできなくなっちゃった感じただただこうやってるだけで、前回地雷でですよね。時代の時もなかなかマインスイッパー集めとかないとなかなか駐車場にこうはできなかったんですけど、ぶつかっちゃうからね。そうなんで、今回蘇生ということでやってみようと思います。スタート。ちなみにこれクリアすると獲得物でタス X のなんかって書いてあった獲得物でタス X の卵が書いてあった。報酬でもらえるやつですね。そう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 、別にペット。ほら見て、蘇生がいるのとバスケ部がいっぱい。バスケ部は名前あるんだよね。多分ね、名前はあると思うんですけど、覚えてないです。あ、間違えた。あ、でも大丈夫。大丈夫。ちょっと近いとこはメガネなしで。さあ。バスケ部。全滅や。ネクロも、ネクロはいなくなったんで。シャイ。余裕です。ハートが出て。出たよ。よし。グッジョブ。ノーマルクエストもな、意外と地雷とか油断したら。やられますよね。やられたりすることあるんで。最近油断ならないんですよね、どのクエストも。割と降臨の極みのステージも負けたりするっていう、うんうん、これが今回の敵に出てくるシリーズですよね。これ可愛いですよね。可愛い、なんかお化けみたいな感じで、そう、なんかこの左のにゃんこお化けみたいなのが可愛くて。にゃんこなのこれ。でも確かにこうなんかバズーカみたいななんか打つやつはにゃんこっぽいよ。バスケ部。すごい頭がふわふわしてて、なんか空気めっちゃ入ってくる。帽子かぶってる。こいつ自体が空気の可能性もある。え？どういうこと？蘇生。意外とあれやん。ああやばいやばいやばい。意外とあれなことに今気づいたよ。え、ちょっと待ってちょっと待って。え、どうしよう。ハートは取れへんし、蘇生倒したいし、でも雑魚の…アリス様のホーミング効きますね。うん、え、あー、よかった。これでやられたらもう、保険に関わるですよね。保険ってどういう字書くの？うちのイメージは、枯渇の子に、チケットの券。そうなんだ。それの意味が何かは定かではないけど使ってるよく使うでもよく使う。お、あ、めっちゃいい。多分ね、このね、この真ん中のやつがダメージオール出してくると私は見た。みくちゃん、みくちゃん倒しました。ナイス。いいっすね。でもこれやばいね。ジュン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 。真ん中にいるのがいいんだ。ちなみにアリスは闇だから火ダメージも大きい。なん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 。この子たちは光なの？光でしょ。うん、闇じゃなくて認識してるんだけど。さっき光のラインが出てたか、うん、十字レーザー来る。ふん、誰も当たりやすいよ。よっしゃ、勝てる。まあ、勝てるのはね、勝てるんですよ。そうですよね。一体どんだけ落ちるかっていうもん。あ、来た。15ターン絶対死守。は、ゴゴゴゴゴゴゴ。あ、重力バリアもあるんだ。
確かにこのキャラクターが最後逃亡するときに何か言うん、なんだっけ、いってやったっけ、そうなの、違うか、なんかもっとそういう感じの意外な声してるの、誰かの声と一緒なんだけど、なんだっけ、誰だ、なんだっけな、いって的な感じだった気がするんだよ、すごい、なんかそれだけで聞くとめっちゃイケてる、そうそうそう、やつっぽいけど、なんか青年みたいな、そうそう、若い青年なんだな、お、あの十字レーザーが痛い説、痛いね、スピードクリアできるか怪しい説なんか1個前のステージはダメージオールだったんですけど、ここ重力バリアな感じが出ている、あ、変わってるってこと、もしかして可能性ある、私が、うわ、やばい、あ、あれやばいやばい、外れた、取りに行く、取りに行く、左行け、今取れー、取れー、おー、取ってもいい、でも、でもやられる、あ、危ない、あ、ナイス、出た、もう、もうクイバタのために出たハート、取った取った取った、あー、びっくりした、ブル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 、油断ならない、はい、これもし重力バリアだったらアリスは間違えましたね、あ、失敗しちゃった、あ、ごっちゃん、あれあれ、意外と火ダメが大きいように大きいっすね、感じるのですが、です、ね、意外と硬い、うわー、また生き返った、そしてボスが復活させてくるというノーマルクエストとしては回遊率を上げたいところ、スピードクリアなるのか、これは、これ無理じゃない、よかった、ラックキャラとか、まあラックちょっと高めキャラで来てますけど、これどうしよう、いっちゃえ、 あ、落ちた、ほい、落ちた、ターソ X ダメ、これここで、まだここダメージ上だ、無理だ、え、すごいよね、もう行っちゃうよ、こっちゃうの、ストライクジャット、おえい、な、結局ボスが復活させてくるんじゃないかなと思って、確かに早めにボスを倒した方がいいのか、そうな気がする、で、ミクちゃんも何体か処理しながらな気が、ミクちゃんを一体処理して、ナイス、これで多分一面なのかな、うん、よしよしよし、でもそっちか、ストライクショットでもいいんじゃないでしょうか、いいかもしれない、うん、お客されたよ、口パク、よし、いや、意外とハードな戦い繰り広げてますね、スピクリまであと一ターン、みー、終わったやんスピクリシシュとか言って、あれ無理やん、しかもシールドで守られてる、あ、いや、まあ、なんと、どうしましょうね、ふん、うーん、間違えたみたい、あの雑魚キャラは十字レーザーを入ってくる、これ撃つよ、どう、波動砲、確か、ダダ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 ダ、効く、ウェイウェイ、うん、あ、いやー、綺麗な、いやー、ちょい右行きの縦感、でもごっちゃんには当てたい、おのぞみで、タン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 、ごっちゃん、いいね、余裕だ、行ってしまってください、これはこうかな、うん、あれ、これ出てる、こうだ、どうだ、あー、違うとこ当たった、うん、うん、うん、全然大丈夫だよ、もう全然大丈夫、びっくりじゃないし、うん、そうそう、もう全然大丈夫だよ、別に、うん、ふん、え、まあいいとこはごっちゃんにね、あれあれあれ、
意外と硬いですね。最後はアリスで決めるぜ。うわい、アリス様の接待プレイでした。ありがとうございます。さあどれだけ出るかですよ。さあスピードクリアならずだったのでラックで落としてもらわないと困る。これでもスピードクリア難しいよ。蘇生しちゃうからラックキャラで行こうがいいのかもしれない。おいおい、何がラック高めのキャラで来ただよ。35じゃねえかよ。まだ35だよ。頑張ってるけど、てかサナパッチョ、びっくりって何？ちょっとね、最近びっくりつけると可愛いっていうことに気づいたんですよ。可愛さを求めてんの？嘘。なんか、あちょって感じが、あちょって感じがいいでしょ？今結果どうだった？結構落ちたよ。あ、結構落ちた。結果は1ポタスが X 落ちた。1ポタス X でも結構、光属性だからいろんな、あ、そうか、そう、タス系はどの属性も落ちてます。パワータス、1ポタス、スピタス、ミノ落ちてる。で、これね、あのごっちゃんがね、あの学びの力でね 1.5 倍なんで映ってるかな。いい、経験値が 1.5 倍ということで6570。すごっ。なあ、もうどんどんランクアップします。豪華っすね。豪華っす。しかもオーブもらってたよね、さっき。オーブも全部このステージクリアしたので1個もらいました。で、さらにボーナスステージが、ボーナスステージがもう出てるはず。ノーマルクエストのボーナスステージ出てます。バシャ。これスタミナコストマイナス1なんで、これで髪、これめっちゃ髪落ちるんですよ。知ってます？行ってみます？ちょっとぜひお見せしたいレベルで落ちるんで。なんかね、満検知がすごくね、落ちる印象だった。じゃらいじゃらい、難しいね読み方。さっき走って聞きに行ったんですよ。あのきらめきをまとう資料使いってやつも、何を何する何ってなってとことん分かんないよ。なんであのいつも難しいの、よく思いつくよね。ね、こういうの考える人ってやっぱなんかちょっとすごいんだけど、やっぱちょっと何なんていうかあれなんじゃない、ちょっと中学2年生っぽさあるよね。中二病って言いたいんですよ。いやいや、中学2年生っぽさって何？中学2年生っぽさって何？中学2年生になった感じっていうが見受けられた、見受けられるなって感じた。そう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 、なんかこうきらめきの抑えきれない俺の眼差しの心の奥の扉の先がみたいな。バカにしてない？大丈夫。いや、こういう人大好き。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 言えてね。そういう人大好きなんで。そういう人大好き。順調に亀クエをクリアしております。はい。今度こそスピードクリア。さあ。じゃーん。はい。いけるかな。どうでしょう。うん。え？やべ。やっちまった。マッチショット出ました。ほりゃすごい。いや、今のは周りから倒したかったよ、希望で言うとね。そうだよね、だってもうあれだもんね、ドロップする、そうそうそう、可能性あったんで。ダメージドロップがしないので。でもまあ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 、めちゃめちゃどうだろう。ほら、あ、満検知率の高さすごくないですか？満検知率。なんかいつものカメクエだとなんか3つ出てキャーぐらいの感じかなって思うんですけど、これ私、え、なんかも、あ、そっかそっか、なんかもらえてるものが違うんですけど。え、どういうこと？タスが2個ついてきちゃったね、私。私タス2個ついてないんですけど。運があるんだろうな。多分、うん、もうやり損ねた。うん、やり損ねた結果かな。ちょっと拾えなかった。という感じで、ノーマルクエストはかなりお得感があるように。これでね、ラックボーナスもちょっとラックボーナスの枠だね。だって4人でやればあと2つドロップする可能性が、ラックボーナスでね、出る可能性が
広がるので、うん、できれば4人で行くのがお得かなと思います。お得だと思います。さらに運が極まってるとね、2個ずつ落ちるんで8個必ずそうですね、8個落ちるんで必ずですよ。なんで大変なんですけど、私も今頑張ってます。私はまだ35です。まだ先は長いということで、はい、そんなノーマルクエスト挑戦してみたでした。はい、はい、ではではバイバーイ、バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は登録をお願いします。 PC タブレットからご覧の方は動画の中に出ている登録ボタンをクリック。スマートフォンからご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンをタップしてください。またモンスターストライクの公式サイトや公式ツイッター、それから私たちサナパッチョとパナエの公式ツイッターのリンクも概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。